光月桃之助、私は妹日和と申します。妹？やっぱり兄をご存知なんですね。兄は無事なんですね。兄の協力者かなって、うん、あ、それとも兄を追う敵？味方だ。ところでこいつは聞いてていいんだな？大丈夫、おとい知ってるもん。ゾロ十郎さん、犬ちゃんや猫ちゃんも一緒なんですか？二人とも死んだと聞かされてて、もう会えないものだと。嬉しくて嬉しくて、でも泣きません、武士の娘ですから。ま、ゾロ十郎さんはとにかく傷を治していただかなくちゃ。さ、眠ってください。ああ、言われなくても。あたい嬉しい。よかったね姉さん。